ようか。フェンダーですよね、うん、まず最初フェンダーを触れば間違いなし。私はあの今普段ライブで使ってるギターをここで買いました。全部見てもう楽しすぎてうわって言いながら一日回ってました。初めてあのプレベを使わせてもらって、あのプレベってジャズいつも使ってるベースよりもネックが太いんですよ。今回すごいどのプレイヤーにも使いやすいようになってるってこう書いてあって、その通りだなって本当に思いました。やっぱ今回プレイヤー2初めて持った時やっぱ握りやすいとかっていうのもあったり、握りやすい、弾きやすいで、音も私はバッキングギターなんで結構支える音を出したいんですけど、リードギターを結構どんな音も出せるっていうか、中低音っていうんですか、そのベースの支える、バンドとして支える下の音をすごくしっかり出てる気がして、音が結構シンプルめな、なんて言うんだろう、結構素直な弾きたい音が出せるので、普段使ってるものよりもバンドとしてすごいまとまりが出たような気がしますね。初めてスタジオで合わせた時からちげーと思って、まず 音のまとまりが本当にすごくて叩きやすかったです。すごく楽器まず始めるのにすごい、なんだろう、考えてなんかできるかな、なんて言うんだろう、やってみようっていう気持ちがあってもどうしても手に取りにくいとかすごいあると思うんですけど、そういうきっかけって私もそうで、でもやっぱかっこいいからやりたいとか、そういう本当簡単な理由だけでいいと思うんです。休止前より今自分は成長してるなと思うし、とにかく楽しんで続けることが大事だと思います。頑張ってください。バンドはみんな楽器が上手くなくても組めるので、みんなで楽しくやっていって上手くなれたらいいと思うし、まずは踏み出してみてほしいなとすごく思います。私は楽器始めて、自分で始めてみて思ったんですけど、楽器を始めるのに遅すぎるはないってすごいよく言われるんですけど、確かにそうだなと思って、音楽とか楽器ってすごい死ぬまで愛せる趣味だと思うので、誰も遅すぎない、一緒に楽しみましょうと思います。ゆらゆら揺れる月の光線、眩しい顔だよ、今でも思うよ、月が綺麗だって、君のことは覚えてる、私は泳いでいたよ、愛を溺れてた。
終わった。